立体配座、立体配座、立体は、いざ、コンフォーメーションとは、単結合についての回転や、孤立電子体を持つ原子についての、立体反転によって相互に変換可能な、空間的な原子の配置のことである。二重結合についての回転や、不正炭素についての、立体反転のように通常の条件では相互に、変換不可能な空間的な原子の配置は、立体配置という、 立体廃ザは結合の回転に近する自由度により、その取り得る状態の数が規定される。従って、取り得る立体廃ザの数は低分子から高分子へと分子を構成する単結合が増えるにつれて爆発的に、応する。生体分子、タンパク質、核酸、脂質、糖エトセトラは、各結合の立体廃ザが変化することで、立体構造を大きく変化させる。 言い換えると、高分子の各結合の立体配座の相対が、高分子の立体構造を規定する。それゆえ、コンフォメーション変化により、高分子の取り得る立体構造の特定の一つも、コンフォメーションと言い表される。特にタンパク質の場合にこの用語が使用されることが多い。しかしながら、立体構造が重要であるような生体分子の場合には広く適用されている。また、 特殊な状態、液相、温度、pH などの変化を除けば、自発的に構造が決定される。また、特定のコンフォーメーションを取ることが、タンパク質や、拡散の生物学的作用発現に必須でもある。立体廃座が異なるだけの二つの分子の関係は、廃材生態あるいはコンフォーマー、カンフォーマーという、非常に低温にしたり、 立体的に大きな置換器を導入することで、回転や立体反転に要する活性化エネルギーが分子の持つ熱運動のエネルギーを上回るようにすると、廃材生態間の相互変換が不可能になりそれぞれの廃材生態が管理できるようになる。XABY というように原子が結合している単結合 AB の周りの立体廃材について考える。 単結合 AB についての立体配座は、結合 XA と結合 BY の二面角で区別され、以下のように命名されている。単結合についての立体配座は、ニューマン投影図で表すことが多い。二面角が0度、120度の場合、ニューマン投影図で見ると、A 上の地換機と B 上の地換機が重なるので重なり、カタチュハイザあるいは、エクリプハイザという、 二面角が60度、180度の場合、A 上の地換器と B 上の地換器が互い違いになるのでねじれ形ハイザーあるいはスタッカードハイザーという。さらに二面角が0度のものはシスハイザー、シス、またはシンハイザー、シン、180度のものはアンチハイザー、アンティ、またはトランスハイザー、トランス、60度のものは合ー灰座、合手という。重なり灰座は、 A 状の置換器と B 上の置換器が接近しているため、立体反発があり、ねじれ型ハイザーよりも不安定である。シクロヘキ三管には椅子型とねじれ船型の2つの立体灰座が極小点として存在する。椅子系灰座においては、すべての CC 結合がねじれ型灰座を持つのに対し、ねじれ船型灰座においては2本の CC 結合が重なり灰座を持つ。 そのため、イスケーハイザの方が安定である。地漢器を持つシクロヘキサンにおいては、イスケーハイザの立体ハイザの中でも、立体的に大きな地漢器が、エカトリア類を占める立体ハイザが特に安定となる。これは、アキシアルイに大きな地漢器があると他のアキシアルくらいの地漢器と、立体的な反発を生じるためである。 三つの異なる地換気を持つアミンの窒素原子は SP3 混成をしているため、孤立電子体を含めればピラミッド型の構造をとっており、不正中心となる。しかし、これによって生じる一体の光学異性体やジアステレオマーを単離することは通常はできない。これは窒素原子が速やかに立体反転をしており、これらの光学異性体やジアステレオマーが 相互変換しているためである。このことを逆手に取れば、平面構造の繊維異状態を取ることが不可能な、置換器を持つアミンでは、光学異性体やジアステレオーマーを探礼することが可能である。非対称なスルホキシドの要原子も同じような構造をしているが、室温付近では立体反転の速度が非常に遅いため、光学異性体やジアステレオーマーを探礼することが可能である。 しかし高温にすると、やはりアミンと同じように相互変換が起こるようになる。タンパク質の構造は以下の4段階に分けて考えることが多い。例外的な単位としては以下のものがある。また、特に3次構造以上の構造をタンパク質工事構造と呼ぶ。この中でもコンフォメーションの意味合いに使用されるのがタンパク質3次構造であり、 これらは以下の力によって保持されていると言われている。これらの作用が最もエネルギー的に安定する状態がタンパク質立体構造であり、タンパク質によっては、高熱菌タンパクや細胞外タンパク質などこれらの結合は極めて強固である。これらの相互作用は四次構造にも寄与する。一般に、可用性タンパク質、水に対して親和性の高いタンパク質は、 球状構造をとっており、外部には浸水性の残機、内部には疎水性の残機が強固に凝集している。また、サブユニット間相互作用においても、結合部位は疎水性の残機が集まっている。可用性タンパクは、コンフォーメーションの決定が比較的容いであり、数多くの結晶構造が明らかになっている。また、不溶性タンパク、膜タンパク質が多いは、 生体膜に配置、貫通型、埋没型、付着型などしているため、膜内部に存在している部分は、素水性残器が外側を向いている。膜貫通型の構造は、アルファーヘリックスやベータシートで構成される。ポーリンタンパク質のような証拠が空いているような、タンパク質では、穴が大きい場合は、ベータシート、あるいは四次構造により穴が開いており、 プロトンのような小分子を通す場合は、アルファヘリックスで構成された証拠を用いている。マックタンパク質は、コンフォーメーションの理解が未だ少なく、構造の決定されたものは十に満たない。タンパク質のコンフォーメーションは、構造生物学的分野の発展とともに理解が深まってきたが、これは、コンピュータの発展によるところが大きいと言える。また、タンパク質は、 結晶構造のような性的なものではなく、ダイナミックに立体構造を変化させているというモデルが明らかになってきており、従来のタンパク質像に新しい知見を与えている。特に機能分子である酵素などは、その反応にコンフォメーションの変化が深く関わっていると言われている。また、タンパク質がリボソームで生産されると同時に立体構造を取り始めるが、 その折りたたみ過程、ホールディングは非常に素早くエネルギー的に低い順位に移るだけなので未だよ理解されていない。コンピューター上で仮想のペプチドをホールディングさせるシミュレーションが行われているが現実にそうしたペプチドを作成すると再現できない場合が多い。また、カメレオンペプチドというアルファヘリックス、ベータシートどちらでも構成することのできる アミノ酸配列も見つかっているが、なぜそのような現象が起きるかということについても理解が深まってるとは言えない。こういったホールディングは、タンパク質の配列によって、自発的かつ一義的に折りたたまれると考えられてきた。しかし、生体内では、シャペロンと呼ばれる一群のタンパク質が正しい、コンフォーションを取るようにホールディングを助けていることが分かってきた。 このシャペロンは古細菌から哺乳類まで極めてよく保存されており、生態にとって必須の作用を持つと考えられるように言った。DNA については二重螺旋構造、クロマチン構造、染色体を参照。なお、DNA の工事構造は複製、転写、トポロジーなどに極めて重要であると言われている。RNA は特定のウイルスのものを除けば、 すべて一本鎖であり、タンパク質のように一本鎖上の au,gc 結合が特定のコンフォメーションを作ることがよく知られている。中でも最も有名なのがトレナの二次構造及び三次構造である。rna の配列は少しずつ異なっているがトレナの取る二次構造はクローバー用構造と呼ばれており、三つのループとステムからなる構造を取る。さらに、 ステム部分の二重螺旋構造により、RNA はさらに折りたたまれて三次構造を取る。トレナの三次構造は、L 字構造と呼ばれており、翻訳の際にはこの形状が不可欠だと考えられている。また、リボソームに含まれる小サブユニット及び大サブユニット、なも、タンパク質相互作用も、相まって特定のコンフォーメーションを取っていると言われている。 極めて複雑な構造をとっていることが分かっているが、リボソームの翻訳過程になの活性が必要であり、不可欠な構造である。RNA に触媒作用があることを発見したトーマスチェックは、テトラヒメナの自己スプライシングを起こすなの二次構造、および三次構造を解析したことで有名である。リボザイムの触媒作用にも RNA コンフォメーションが深く関係していると考えられている。 脂質については低分子のものが多く、コンフォーメーションは容易に決定できる。しかしながら、膜脂質全体の構造となると流動性や浸水元の多様さも相まって多分子系の実験にならざるを得ない。また、膜の流動性を発揮するためには、素水元のコンフォーメーションが重要であると考えられている脂質二重層を参照。等はその種類が多く、 タンパク質や核酸のように一本鎖の構造を持たず分子しているケースが多い。また、外して膜脂質やタンパク質に結合しており、そのため構造解析の最も難しい生態分子の一つと言われている。未だ一時構造を理解するための基本的な配列決定法すら確立されていない状況である。しかしながら、細胞接着や、 物質輸送に必要な細胞の標識は多層動作が特に重要であると言われており、得意性の高い薬剤の開発にはこうした細胞標識のコンフォメーションを理解すること極めて重要であると考えられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。